私としては明日から参加するホノルル APEC 首脳会合において TPP 交渉参加に向けて関係国との協議に入ることといたしました。この関係国との協議に向けた関係閣僚による第1回目の会合が12月13日に開かれました。出席した野田総理は、本日の閣僚会合では外務省から9カ国による TPP 交渉マレーシア中間会合についてのご報告がございましたが、こうした対応をさらに進めていくために本日省庁横断型の強力な体制を内閣官房に構築することで合意をいたしました。その強力な体制とは、まずこの日初会合を開いた関係閣僚会合、国家戦略担当大臣を議長とし、官房長官及び関係大臣が構成員となります。この会合の下にご覧のような体制を組み、3つのチームを新設します。その一つは国内関係者に対する連絡調整を行う国内連絡調整チーム、2つ目は現在9カ国ある交渉参加国との交渉参加に向けた協議を担当する国別協議チーム、そしてもう一つは国民に対する説明と情報提供が不足をしているという指摘も踏まえまして、政府を挙げて一層の説明や情報提供に取り組み、幅広い国民的な議論を行っていく必要があります。3つ目のチームは、総理の言う説明や情報提供を担っていく国内広報情報提供チーム。現在、インターネットを通じた公開の討論会を開催したり、ホームページで TPP に関する資料を公開するなど、情報の提供に努めています。今後、国内広報情報提供チームを中心に、より強力な発信を行っていきます。きちっと情報提供を行って、十分な国民的な議論を行った上で、あくまで国益の視点に立って結論を得るというのが我々の合意事項だと思いますので、その線に沿ってですね、それぞれまたちょっとお知恵をお借りをしたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。